ははいいいそれではさんよろしししくおお願願まますす、はいえー、今回の,あの趣旨はですね僕が2021年のおそらく4月に、えー、サッカーコーチのコーチとしての本が出るんですけど、えー、じゃあまずですねコブさん今日まういろんな話をしていきたいなと思ってますがあの自己紹介からお願いします、はいえー、と埼玉県の坂戸市というところで、えー、坂戸 FC というチームで、えー 20年ちょっとですかね。一応、えー、と小学生対象にコーチをしています。コブルナといまーいます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。20年以上。すごいですね。う,うん。いや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 。えー、すごい。ちなみに今日、今日、今回のズーム対談を OK してくれたのは、どんな理由ありますか単純に楽しそうだな。あと、より良いものが。 いろんな日本中の指導者に届いたら、うん、もっと日本のサッカーよくなんじゃないかなっていう思いもありますね。あいや僕も本当にそうでその僕はまあ現場をもう離れて結構3年経つのでリアルな現場の声っていうのはやっぱり常に知っておきたいし、うん、特に今年なんかはコロナの影響もあったりでいろんなこう今までとは違う苦労があったかなと。 思っていていだから想像で僕は今まで過去自分はこういう経験してましたとか、うん、こうやって対処してましただけだとちょっとあんまりうん、うん、面白いものにならないかもしれないなと思って今いろんなサッカーコーチにどんどんインタビューをしていくという形を取らせてもらってますがはい、はい、じゃあ例えばですねこう抱えてる悩みまあ今でも過去でもいいんですけど困っていることってどんなことが例えばありますかえーっとですね過去で言うとうんうん、うん どう自分が言ってることを子供たちが理解してくれてるのかどうかがわからないあ,<ー>ありましたねで。ただ、自分を納得させるために理解してるはずだと。<laughs> <laughs> こう言ったじゃないかみたいな。 前も,にも言ったよねとかっていうような話をよくしてたんですけど、よくよく考えるとそれって届いてるのか届いてないのかって全然わからないし、こっちは怒っちゃってるんで分かってないことに対して子供たちは分かってます。はいってはい <laughs> はいっつって、はいっつって、かってます。すいませんっていう。<laughs> <laughs> まあそこは本当に届いてるのかなっていうのは常々。 悩んでましたねあ。なるほど。今はどうやってそれ確認してるんですか今はあんまり怒らないようにしてますって言ったらいいのかな。<laughs> まあ、たやっぱたまに出ちゃうんですけど、すでに出ちゃうんですけど <laughs>、うんあの、だいぶ質問とかするようになりました。<ー>今見え見ええてててたてたたとかっっ言らああそうなんだ <laughs> そうか、見えてたんだ、すごいねって、一応今、今、小学校1年生みたいで、うんうん、まそういう感じで終わりにしてます。おなんか、冷静になれてるんですね。少し。<laughs> <laughs> <laughs> まあ以前よりは冷静になれました。<laughs> なれるようになったからな。あ<ー>ただやっぱりちょっと熱くなっちゃうと、元に戻っちゃう時があるんで、あ<ー>うん、そこは課題かなとなるほど。でも気づいてるわけですよね、はい、逆に言うと。そうですね あ、暑くなっちゃったなとか。うん、やべえって。<laughs> ちょっと前悩みましたまた。あ、なるほど。やばいこれって。<laughs> うん。た、まあそれ気がつかないと本当ね。うん、気がつくとだんだんあこれそろそろ自分のスイッチが入りそうみたいなのがだんだんわかるようになり、うん、そう入入る前に対処するようになるとかっていうのがステップにはなってくるんで。そうですね。うん、怒ってるってあの認めない人いますからね。 <laughs> ね、感情的になってるのに、なってない、怒ってません、<laughs> ただ厳しく言ってるだけですって、本当認めない人いますから、うん、そこは、ね、冷静に受け止めるっていうのはいいですね。なるほどあ他にありますか他には、そうですね、初期のころ悩んでたのは、やっぱりそもそもサッカーって何みたいな。あ<ー>っていうのは、やっぱそれも分かったふりはしてるけど。 じゃあ、そもそも根本的にサッカーって何なのかな何を教えたら子供たちって伸びるのかなっていう<ー>すごく悩んだというか、すごく疑問に思ってて、うんで、技術を上げる、上げてあげるってすごく大事だなって思った時期もあったし、そうじゃなくて、もっと戦術的なことを教えてあげた方がいいんじゃないかって思った時もあったし、うんうん <laughs> 逆に戦術ってこう小学校年代に教えちゃいけないっていう流れも一時あったんで、はいはい、それに乗っかってみたりとか、<laughs> まあいろいろ試行錯誤をした結果、やっぱ戦術って大事だよねっていうんえー、ところに行き着いたんだけど、じゃあ戦術って何みたいな。僕何を知ってるんだろうっていうのはすごく。あ 思いました戦術って、まあ、とある方に言われたんですけど、うん、ドリブルをする方向だって戦う術だから戦術だよって言われて、うん、ああ、そうかって思ったんだけど、じゃあ戦術ってより分かんなくなって。複雑大会で、まあ、いろんな本を読んでも、なかなか解決ができるのっていうのがすごく大きいというか、うんまあ、それは今でも解決できてるのかわからないんですけど。うん ずっとそんな感じで、まあ、悩んだり試行錯誤したりっていうことは繰り返してましたね。うん、なるほどあ。そうか、分からないから取りかかれないっていうのは確かにあるかもしれないですよね。それが何なのかって、その答えはないかもしれないけど、自分なりの納得する定義が持てると、じゃあそれを良くするためにどうしようっていうところになってくると思うんですけど、確かにね、ドリブルの方向もまあ。<laughs> 判断確かにね。確かにだけど大きな枠ではないですよね。うん、いやそもそもそのドリブルするっていう判断自体がどうだったのかっていうのが前段階に来るしどこに立ってるんですかっていうところが出てくるし、うん <laughs> ね、どういう体の向きなんですかっていうところが出てくるからまあだからだんだん降りてってっていうところだと思うんですよね。だから結局状況どうなっててチームとしてどういうふうにしたい,、まあ、したいっていうのがあるからじゃあ それがやれそうなのかやれそうじゃないのかっていうところを、まあ、ジャッジしていく見ていくみたいになってきますけどね、まあ、なんかやっぱりボールがあるところがどうなのっていうところに着目するのはいいんですけどそこばっかりになるとそれ以上じゃなくなりますよね、うん、そこのポジション立ってたおかげで他の人が助かったなとか そこのタイミングで走ってくれたおかげでスペースが空いたよねとかっていうのってコーチが見ないと子供は気がつかないと思うんですよね、なかなか。そうなんですよね。やっぱりそこの根本の戦術って何は、うん、まあ最近やっとなんとなく自分の中で定期付けできるようになりました。<ー>うん、もうずっとそ,そういえばなんだろうみたいな。<laughs> <laughs> よく使う言葉だけどみたいな。そうなんですよ よく考えたら言葉の意味分かんない、分かってないなうんう。んうんうん。ああ、なるほど。ああ、でもその辺もそうだ、しっかり本には書いていきます。まあ、戦術って結局ね、あの何をしようかなって、本当に僕は何をしようかなって考えること自体がもう戦術的行為だと思ってるので、ね、ボールがなくても何しようかながありますからね、相手がボール持っているのか味方が持っているのかで常に何しようかなっていうのは僕の中では戦術的行為だと思ってるので、だから無限にある意味、 選択肢がある分だけ選びきれないからチームとしてこの方向性がいいよねっていう答えじゃないし、えー、絶対強制じゃないんだけど絞られた方が選びやすくなるっていう、うん、まあ僕はそんな解釈をしてるんですけど、うん、なるほどなるほど他にこうまに、あ、悩み困ったこと以外で、まあ、例えばまあ知りたいことも含めですけど何かありますか 僕じゃなくても大丈夫ですか何人かインタビューをインタビューというかちょっと聞いてみたんですよ。こんな感じなんで、どんなことを知りたい,いああ、いいですね、いいですね。えっと、この夏ぐらいから指導者始めた若い子が、はい、うちのチームとして、はい、その子に聞いたら、うんうん、低学年の子ってどうやったら僕の言うことを聞いてくれますか <laughs> <laughs> あの子どもの扱いがわからないっていう、うんあの、他の学年に行けば行くほどわからないっていうのを悩んでて、で実際ちょっとその日、僕がいなかったんで見てもらってたんですけど、保護者に聞いたら相当ひどかった。<laughs> <laughs> もう全然言うこと聞かないし、子どもたち。ああああ逆に見ててかわいそうになっちゃった、えーで。何を言ってももう全然話聞かないし、どっか行っちゃったりするし、ああああでもう最後諦めてる感じだったよね。<laughs> かわいそうだったって話を聞いたんで、ああ<ー>、まあ、本人もちょっとそこは悩んだみたいですね。どうしたら僕の話聞いてくれるんだろう。なるほど。聞いたら得だなっていうところ、こう、どう思わせるかですけどね。うんうん、おそらく、ね。コーチの話聞くよりも。勝手に遊びに行っちゃった方がメリットがあると子供はシンプルに思っているので。 いいから聞きなさいっていうやり方は多分うまくいかないかなと思うので、うん、そうだなこれも答えじゃないですけど僕だったら最初一緒に遊びますかねうん、うん、ひとまず、うん、もう,もうなんかあのくたくたになるまで、うん、なんかもう鬼ごっこでもいいから遊んで、うん、<laughs> ってなったらちょっと話してもいいかなって <laughs> 僕ならやるかもしんないなって そうそうなんか言うことを聞かせようっていうことのその姿勢がもしかしたら拒否を生んでる可能性がありますよね、うん、子供の視点に立ったらね言うこと聞いて楽しいんだったらおそらく聞くと思うんですけどそもそもそれ,それ自体も分かんないから自分がただやりたいことをね小学生って低学年だとあの理屈じゃないのでね、うん、ロジックで動かないあ,のある意味 本能的な動物に近いような形でやってるんだったら僕もなんかあの一応幼稚園とか小学生低学年とかあの巡回指導とかでいきなりもう一発でそこで行って心つかまなきゃいけないわけですよねじゃないとその体育の授業が崩壊するっていうのは何回もやりましたけど楽しいって言葉の説明じゃなくて何かいきなりゲームとか何かいろんなボールやって何か楽しそう何か楽しそうで引き込んでいかないと。 説明聞かないと思いますから、説明の時間が長くなるっていうのはまずネックだし、一緒に遊ぼうが多分、一番いいんじゃないかなっていうか、一番子供たちはこう、なんかもう思いっきり鬼ごっこやって、思いっきり走り回って、もうぜいはぜい入ったじゃあ練習しよっかみたいな、なん,じゃないなんか一生、ちゃんとしなきゃいけないは多分通じないんですよね。 うん、子供たちにおそらくち特に低学年はちゃんとしなければいけないは通用しないのでいかに楽しませるか遊ばせるかでだんだん慣れてきてだんだんじゃこのゲームを遊ぶにはルールを聞かなきゃいけないんだけどどうしようっていう風に段階を得る感じになるかなとだから僕まあ具体例がどうってありますけど僕は小学1年生とかなったらもうゴール置いといていきなりはい10点取っておいでピーって鳴らして。 ほっとくみたいな。で、10点取ってきたら、自分が早く取りたいから、走ってくるみたいな、要は競争とかを入れたりとか、<laughs> 簡単なルールですぐわかるとかできるを、最初はやってあげてとかにしてたりしましたかね。例えば。で、それも協力してやるとか、まず無理なんですよね。だって自分が自分が自分がだから、まあ、ボール、自分に1人1個持ってるでしょうから、で、それでやれるようなこと、ゲームとかと、まあ、シュート打って、ね、10 10個のゴールとかに点取って戻っておいでとか、よくやってました。アップを兼ねてみたいな、やってましたかね。いや、でもそういうコーチもね、頑張ってほしいですね。そうすね。うん。<laughs> 必ず、まあでも、通る道ですね。<laughs> それは低学年に限ら,ずけどあ限らないですけど、選手が話を聞いてくれないっていうのは、あの誰,誰しもが通る道なので。通りますね。中学生でも聞いてくれないですからね。はい。 なる,なるほど、そこはいいですね。他にありますかああ、なっかなちょっとか何人か聞いたんですけどなんか、なんか違うような感じだった。<laughs> やっぱね、トレーニングメニュー知りたいっていうの結構ああやっぱり。<laughs> ただ、<何>そこは、そこはトレーニングメニューを考えるのは指導者の醍醐味って <laughs> <laughs> 言われるから、多分 本には乗らないいと思いますって <laughs> そう僕もそう本当ねトレーニングメニューは考えるのはね一番指導者の楽しいところだと思うんで奪っちゃいけないなと思っているんですけど多分今回の本に関して視覚目を刺激するトレーニング例は出すと思います、うん、多分そこだけかな、うんうん、だからそのメニューとかは低学年とかでも使えるんじゃないかなとやっぱ本とか読んでトレーニングメニューそのまんま入れてる感じの人を あ多,い多いかなって、僕の勝手なイメージですけどね、うん、やっぱ聞いてると、うんなん、どんな、こういうトレーニングメニュー載ってる本あるみたいなもの<ー>に聞かれるんで、自分で考えて,ってう <laughs> そうですよね、まあ、確かにでもあの売、売るっていうことを考えると、トレーニングメニュー本が売れるみたいですけどね。ですね僕もよく買ってました <laughs> めっちゃ買ってました。すごいいっぱいあります。えー、もう今読まないですね。ねやっぱ考えた方が楽しい。<laughs> うん。自分で考えてやってみて、ああ失敗したとか、うん。うんうんうん。それが結構楽しいです、ね、やっぱりね。そうですよね。YouTube にいっぱい出てますけどね今ね。<laughs> <laughs> <laughs> まあでもリアルな声ですからね。なるほど。まあそれからえっ、ー、とまあ古武さんは本当に僕の講座。 もジョアンの講座もそうだし、いろんな受けていただいてるんですけど、まあ、本にですね、まあ、僕がサッカーコーチのコーチとして書くわけですけど、どんな内容を入れてほしいとかって、例えばありますかとか、こういうのが面白くいいんじゃないのとかっていうアイディアを含め。ほんのちょっとでいいから、キーパーのことを入れてほしいな。ああ確かに。ジョアンのことジョアンとは言わないですけど、その <laughs> まあ分析するにはまずキーパーからとか。確かに。 うん、そのキーパーってこんだけ大事だからみんな勉強してねっていうような。ああ<ー>。ためにはキーパー知らないといけないよね。うん。っていう感じのことが載ってた方が僕はいいような気がします。なるほど。はい、入れます。<laughs> 入れます。で、あの、詳しく知りたい方は、ジョアンの本買ってくださいの流れに、えー、持っていければ。<laughs> <laughs> なるほどあ他に。他にあります、うん、他は大体ちょっと送ってもらったやつでああ、うん、これは僕なら買うなって。ありがとうございます。7割ぐらいがね考え方の話でサッカーの話全然出てこないですけどうんまあでも実例はどんどん出し実例っていうかその自分がどう使う僕がどう現場で使ってたとか皆さんがどんなふうに活用してたかみたいなのは出していければなと思ってるんで。うん ありがとうございますそして、えーまあ、どんな内容かっていうタイトルしかとかあのテーマしか見てないですけどどんな人にこうコブさんおすすめできそうですか、この本。やっぱりサッカーコーチ始めたばっかりの人とかうん、うん、お父さんコーチ、うん、であと子どもとの関係に悩んでるコーチ。 さっきもちょっと出ましたけどうん、うん、自分の話を全然聞いてくれない関係性が発端しかけてるとかうん、うん、あとそれを子供だけじゃなくて保護者とうまくいかなたいみたいな感じのうん、うん、あそういう,もうあらゆる人間関係にちょっと悩んじゃってるというかうまく関係性保てないなっていうコーチにぜひ見てほしいなと思いますうんうん、うん、なるほどありがとうございます。